かわいい動物物語、猫の神業飼い主が帰宅すると、猫が自分で玄関ドアを開けて出迎えてくれた。飼い主の日常、これはある一匹の賢い猫とその飼い主との感動的なエピソードです。飼い主山田さんは、毎日仕事に出かける前に愛猫三毛に行ってきますと声をかけ、帰宅するとただいまというのが日課でした。三毛はいつも窓際で外を眺めており、山田さんが帰ってくるのを首を長くして待っていました。三毛の行動、ある日山田さんがいつものように仕事から帰宅すると、驚くべき光景が待っていました。山田さんが玄関に近づくと、ミケがドアの向こうから聞こえる足音に反応して、爪を使ってドアノブを回し始めました。山田さんはその瞬間を目撃し、驚きのあまり言葉を失いました。ドアがゆっくりと開き、ミケが嬉しそうに出迎えました。ミケ、どうやってこれを覚えたの？すごいね。ミケの特訓。実はミケは山田さんがいない間に何度もドアノブに挑戦していたのです。フラッシュバック。山田さんが仕事に出かけている間、ミケは一人でドアノブに飛びつき、爪を使って回す練習をしていました。何度も失敗しましたが、諦めずに挑戦し続けました。ミケの努力は実を結び、ついに完璧にドアを開けられるようになったのです。飼い主の驚きと喜び、山田さんはその後も何度かミケがドアを開ける姿を目撃しました。その度に感動し、ミケの賢さと努力に感謝しました。ミケ、本当に君はすごいよ。こんなに賢い猫がいるなんて信じられない。ミケは誇らしげに山田さんの足元にすり寄り、ゴロゴロと喉を鳴らしました。ミケの新たなチャレンジ、ミケのドア開け技は、山田さんの友人や家族にも話題となり、みんなを驚かせました。ある日、山田さんの友人が訪れた際、ミケが自らドアを開けて迎え入れる姿を見て、さらに驚きの声が上がりました。友人、こんなことができる猫がいるなんて、ミケは天才だね。山田さん、本当にそうだよ。毎日が驚きの連続だ。ミケの次なる挑戦は、一緒にお出かけするためのハーネス装着。山田さんはミケの新たな才能が開花するのを楽しみにしています。ミケとの絆、ミケと山田さんの絆は日々深まっていきました。ミケ、君のおかげで毎日が楽しいよ。一緒にいると本当に幸せだ。ミケは山田さんの膝に乗り、満足そうに目を細めました。ミケの神業は飼い主との深い愛情と信頼の証です。これからも二人の絆はますます強くなっていくことでしょう。ミケはハーネスを身につけ、山田さんと一緒にお散歩することに成功した。その姿は周囲の人々を驚かせ、多くの称賛を浴びた。さらにミケは新たなトリックを覚え、山田さんの家族や友人たちを楽しませ続けた。そしてミケが年を重ねる中でも、二人の絆は深まり、信頼関係はより固くなっていった。ミケと山田さんの絆は時間とともにさらに強化され、愛情深い日々が続いた。飼い主と愛猫の絆は、献身と理解に満ちた特別なつながりとして、周囲の人々に感動と幸せをもたらし続けている。かわいい動物物語、猫の神業飼い主とミケの絆はますます強くなりました。ハーネスを身につけ、ミケは山田さんとのお散歩を楽しんでいます。周囲の人々もミケの才能に驚き、称賛しました。さらにミケは新たなトリックを習得し、家族や友人を楽しませ続けました。年を重ねる中でも、ミケと山田さんの絆は深まり、信頼関係は固くなっていきました。愛情深い日々が続いた中で、二人の絆は時間とともに強化され、特別なつながりが周囲に感動と幸せをもたらしました。ミケと山田さんの物語は、飼い主と愛猫の献身と理解が生み出す特別な絆を示しています。 DITLE、 かわいい動物物語、猫の神業、飼い主とミケの新たな挑戦、ミケと山田さんの絆はますます強くなりました。ハーネスを身につけ、ミケは山田さんとのお散歩を楽しんでいます。周囲の人々もミケの才能に驚き、称賛しました。
習得し、家族や友人を楽しませ続けました。年を重ねる中でも三毛と山田さんの絆は深まり、信頼関係は固くなっていきました。愛情深い日々が続いた中で、二人の絆は時間とともに強化され、特別なつながりが周囲に感動と幸せをもたらしました。三毛と山田さんの物語は、飼い主と愛猫の献身と理解が海猫の神業、三毛と山田さんの新しい挑戦。三毛と山田さんはお散歩を楽しんでいる途中、突然大きな雨が降り始めました。山田さんは心配そうに三毛をかばいながら急いで家路に着きました。しかし途中で山田さんは気づいたのです。三毛はいつもと違う行動をとっていました。三毛は山田さんの前を歩き、時折振り返りながら小走りに家に向かっているようでした。山田さんは不思議そうに三毛を見つめ、その行動の理由が分からずにいました。家に帰り着いた三毛は玄関の前で立ち止まり、ドアを見上げました。そして三毛はじっと山田さんを見つめ、一言、ママ。山田さんはその瞬間、涙三毛の言葉に山田さんは感動しました。その瞬間、三毛が自分を家族として認識してくれたことを嬉しく思いました。山田さんは三毛を抱きしめ、喜びと感謝の気持ちであふれました。その日から三毛と山田さんの絆はさらに深まりました。三毛は山田さんをママと呼ぶようになり、山田さんも三毛を大切に思う気持ちがますます強くなりました。二人はお互いに支え合い、幸せな日々を過ごしていました。家族としての絆が一層強まった三毛と山田さんは、これからも新たな冒険や挑戦に向かっていくことを誓い合いました。この物語は、動物たちが持つ無限の可能性と飼い主との絆の大切さを教えてくれます。三毛のような特別な存在が私たちの日常にどれほどの喜びをもたらしてくれるかを改めて感じさせてくれました。いかがでしたか？この動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。次回もさらに可愛い動物たちの魅力をお届けしますので、お楽しみに。